馬橋稲荷神社は、東京都杉並区阿佐ヶ谷南にある神社。当神社は、鎌倉時代の末期の創建と言われる。天保2年には、拝殿改築に際して、氏じ子53人が虚金し、これをもって、京都白川神義博家御役所に上進し、翌年に、小一位、樽穂稲荷大名神の信号を拝住する。明治40年に、村内の御嶽神社、 白山神社、天神社、水神社を合祀した。昭和2年、尊社になる。昭和13年、拝殿を改築する。昭和40年に住居表示改正により、馬橋の地名が消えるのを憂い、神社名を、馬橋稲荷神社とする。昭和50年には、鎮座700年記念事業として、神流門を完成させる。向かって、右に、豊かい和感と命。 左に、キーワカンと命の心臓を祭り、中央天井に直径75センチの海運鈴を吊るしている。その大きさは、都内最大であるという。平成8年には、生産道正面に一の鳥居が建立される。この鳥居は、樹齢400年のヒバの材を使用し、高さ8メートルの朱塗りの鳥居である。また、正面の石像大鳥居は、 高さ8メートルで、上り竜、紅竜が刻されてあり、竜の巻いた鳥居は、品川神社と、野大鳥山公園寺境内にある稲荷社と、馬橋稲荷神社の3つのみなので、東京3鳥居の1つと言われている。パロマニア、エルカミーの株式会社が主催のパイリア文化を感じてもらえるイベントとして、パラサミット2019、パイリアサミットマイナス7月14日が開催された。 同時に、スペイン・バレンシア州、スエカ市で、毎年9月に開催されている、スエカ国際パエリアコンクールへの出場権をかけた、国際パエリアコンクール日本代表選考大会2019も開催された。角川日本地名大辞典編纂委員会編、角川日本地名大辞典13東京都、角川書店、1978年、884ページ。 ありがとうございます。